私旅行が大好きなんです。あのこれまで結構いろんなところに行ってきて、おすすめ行ってきた中で一番良かったのが、はい、スリランカ。スリランカスリランカの首都はどこですか？コロンボだったかな、昔の。わかんない、ごめんなさい。こういうことを質問してはまずいわけですよね。すいません、何の打ち合わせもないですね。すいません、知識がないのが露呈しちゃう、はいはい、なるほどね。いやもうなんかスリランカに行って、はいはいはい、スリランカの人ってすごくこう人懐っこいというか、あったかい。で座ってるだけでも結構いろんな人がパーってやってきて、はい、あのどこの国の人ですか、何が有名なんですかみたいなの聞いてくれたりするんですよ。おで別に商売いけない、何か売りつけようとしてるわけじゃない。そうなんですか。よくあるじゃないですか、なんかね、なんかこう親切そうに近づいてきて、はい、どこの国とは言いませんよ、親切そうに近づいてきてね、でなんかこう写真撮りましょうとかで、写真撮った瞬間にね、はい、いくらです、あどうよそれ、そういうこともなくはない。一回あった。スリランカでもあるらしい。すいません。それはあるらしいですけれど、おおむね優しい、優しい 人懐っこい。であの、まあ、いろんな本当に世界遺産もあって、あとスリランカ象も有名で、はい、そこはあの本当に象がもうその辺をうろうろしてて、もう触れたりもするんですよ。危ないじゃん。え、そんなことないですよ。怖いわそんな。まあまあまあ、あでも一応なんかあの鎖がついてたりとか、あ、はい、あの飼育員の飼育係の方が横にいらっしゃって、はい、ちゃんとこう、何もないようにはしてくれてるんですけど、はい、まあ、そこであのゾウと写真を撮ったら10ドルって言われたんですよ。そうそうそう、またありがちですよ、ね、まあまあありがち。それはでも、それはでもあれですよ、ゾウの餌代だと思えば。そうですね、ゾウたくさん食べますからね。そうですね、10ドルでは足りないと思いますよ。まあただあの入場料に40ドルぐらいもすでに。ああそうか、どうは言っても飼育員さんの給料もある、ね、そうそうそう、お給料もありますから。そう、スリランカすごく良かったです。あ、そうなんですか。他にもあの、はい、ミャンマーもこの間行ってきて、あとモンゴルとか。割とすみません、あのあまりみんなが行かないところに行きますよね。好きなんですよ。みんなが行く国というと、はい、アメリカとかね。アメリカ、アメリカ、フランスとかね。はいはい、まあ、オーストラリアとかね。あ、はい、そんな感じじゃないですか。そうですね、ハワイに行ったとか、ね、ハワイ行ったことない。え、行ったことないんですよ、ハワイ。え、本当？本当にないんですよ。あ、そうなんですか。はい、私そんなに海外旅行するわけじゃないですけれども、ハワイだけは行っておこうと思って。あ、やっぱり、はあ、いやなんか旅行といえばハワイっていうイメージあるぐらいですよね。そう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 、もうそこだけは抑えておこうと思いましたけれども。いいとこでしたか。うん、まあまあなんていや想像ほどではなかったな。若干曲がりましたね。そう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 、うん、いやでもハワイはなんか今さら行けないみたいな気持ちにもなってしまって。ああ、なるほど、あまりにもいろんなところに行ってるから。はい、なんかちょっと変なところ行きすぎてしまって、ね、変なところって言うとあれだな。変なところで言いましたね。今変なところって言っちゃった。そうじゃなくて、なんだろう、ちょっとモンゴルはうちの娘もね。あ、そうですよね、去年行ったモンゴルの話しましたね。まあ、それはあの去年というのは要するにこういう風になる前。そうですね、コロナの前だから。仕事で行ったんですけど、ね、一昨年ですかね、2019年かな。いや20年、はい、もう本当にね、もうあとこれ以上先はもう無理ですよっていうところで行ったんですよ。あ、そうだったんですよね。もう2月に行った、はあ、マイナス40度。そう、寒いんですよ、はい、モンゴル結構寒いんですよね、はい、もう草原がバーッと広がってて、そこでなんか腰を痛めてきて帰ってきたけど、寒かったのかな。馬とかの乗ってる。あ、そうだったんですね。あなたはどんな経験したの？私モンゴルに行って、はい、で夫と二人で行ったんですけど、あの結構モンゴル寒暖差があって、で早々に夫が風邪でダウンしてしまって。あ、そうなんですか。でもだから一人で観光しようと思って。何月頃の話？これはね、あの8月ぐらいだったかな。夏でも寒暖差があって。あるんですよ、一応あの薄めのダウン持ってきましたもん。え、そうなんですか。それぐらいでした、で、まあ、でもモンゴルって、まあ、英語も通じないんですよ。おう、でも多分向こうの人はモンゴル語を喋ってる、はい、私は片言の英語を喋る、お互い何て言ってるか全く分からない状況で、おでもやっぱ馬には乗りたいと思って、お馬に乗せてくれみたいなことを なんとかこう身振り手振りでやって、はいはい、で乗ったんですけど、まあてっきり一人で来るから上手だと思われたみたいで、馬だけ貸してくれたんですよ。あ、馬だけ、馬だけ。じゃ あの馬これ使っていいよと、何時までに帰ってきてね、はい、みたいな約束をして、はい、で行ってきたんですよね、はい、そしたら私乗馬経験全然なくて、
本当にもう仕事でちょろっと乗ったことがあるぐらいで、おもう開始5分で落とされてしまって、そう、馬に一応クラとかついてるの、クラはついてました、クラついてる、クラついてて乗って、はい、でも言うこととか全く聞いてくれなくて、馬の行きたい方に行って、はいはい、で最後振り落とされて馬だけ帰ってきて、乗ることは乗ったの、乗りました、乗ったけど落とされて、おで私馬の後を歩いて帰るっていう、あ連れて帰らなきゃいけないそうそう、あでも馬ねかちゃんと帰ってくれたので、馬はちゃんと帰ってくるんですか、はい、その後私ついて行って、ああで今度はあの係の人一人お願いして、その人に引いてもらうっていう観光をしました。ああ、向こうの馬ってちょっと違うんじゃない、あちょっと小型だったりするとか、そう、あのサラブレッドみたいに、うん、あの大きい馬ではなくて、はい、もうちょっとちっちゃい、足も少しこう太めのものでしたね。なるほどね、可愛かったですけど、ああそうですか、素晴らしい経験ですねあなたはちゃんとこう乗りたくて乗った、そう乗りたくて乗った、うちの娘は乗りたくないけど乗って腰を痛めたというね、ということで、あったね、自分の好きなことをしなければいけないということでございまして、お相手は塩見圭一と吉岡直子でした。